キンヘッドカメラのバンバチクです。お願いします。はい、こちらはですね、万栄競馬のメインレースを吉本芸人のスキンヘッドカメラが予想していきます。はい、万栄グランプリ、うん、投票が始まってます。はいはい、知って言いましたね。投票しました。ありがとうございます。投票しました。投票してみて思ったんですけど、3頭選べるんです。3頭選べんだ。しかも検索しやすいのよ。クラス分かれてたり名前で検索できる。なるほどなるほどなるほど。すごい簡単に投票できますんで、ね、ぜひ皆さんもね、お気に入りの馬にね、入れてほしいなと思います。おー、したんだね。じゃあしました。なんだと思います。当ててごらんよ。じゃああれだ、あ、戦国エース好きだから。おー、すごい、そうだ、すごいね。戦国エース好きですよ。あとあれだろ、うん、強い、あの目黒ボブサップ、すごいね。いや、当たってる。当たってます。っていうか、え、あと1頭当てたらすごいな。高周波雲海高周波雲海高周波雲海入れたいよ俺だって。3頭とも高周波雲海にしたいよ。青のブラック、あ、惜しいね。メムロボブサップのライブ、めちゃくちゃ迷った。青のブラックしようと思ったら。違う。わかんない。ここはね、ちょっと違う目線で選びました、3投目だけ。福徳。福徳？福徳12歳。あ、年齢で。ベテランに頑張ってほしいじゃない。やっぱ長いこと頑張ってる馬を応援したいな。あ、なるほど、なるほど。福徳ね、出てくれたらいいんじゃない。あ、わかりました。はい。皆さん簡単ですので、ぜひ投票してください。はい、お願いします。します。はい。はい、というわけで、今回予想するのはですね、7月3日のメインレース、わし座特別です。はい。こちらの僕の本命は1番の中仙が北にしました。はい。今年の6月に戻ってきた馬なんですけど、80キロ増で、パワーアップして戻ってきましてね。しかもそこから、6月立て続け3連勝してますんで、4連勝目、もちろん狙えると思います、このメンバーなら。はい。これを本命にしまして、対抗が2番の俺はチャンピオン、菊池ジョッキーですしね、タイムもよく、非常に安定した成績残せてますので、こちらを対抗にしたいと思います。買い目はこちらです。単勝1番と、ワイド1、2番、各1000円の計2000円で勝負したいと思います。これはね、実はいい買い目だと思うなぁ。はい。じゃあ、1点満え、変わった？いや、そのね、外すたびにポーズ変えていくから。ジンクスみたいな。こちらです、はい。武蔵ブラザーにしました。はい。この馬はね、安倍ジョッキー初騎乗なんですけど、うん、ちょっと最近2戦振るわないですけど、うん、ジョッキーの手腕でピリリとさせていただいて、うん、頭まで突き抜けてくれという思いを込めて、単勝6番500円でーす。乗り手が変わるとね、スパッと変わる馬もいますからね、うん、楽しみです、ね。こっちも自信ありますよ。はい、はい、というわけでまた明日お会いしましょう。さよなら。